米国女子ロッテ選手権事前情報ホアカレイ CC、ハワイ州6303ヤード、パー72。今季の女子メジャー初戦、シェブロン選手権の全州に、シーズン6戦目がハワイで12日、水に開幕する。会場は昨年と同じホアカレイ CC。 米ツアー19勝のアーニー・エルス南アフリカ設計のコースで賞金総額200万ドル約2億6336万円をかけて競う。初回の2012年大会では宮里愛が優勝し、歴代覇者にはリディアコー、ニュージーランド21年やブルック・ヘンダーソン、カナダ18、19年、ミンジー・リー、オーストラリア16年らが顔を揃える。 昨年は渋野日向子が優勝争いの末に単独2位。キム・ヒョージュ、韓国がツアー5勝目を挙げた。世界ランク1位のコウ、同2位のメリー・コルダ、同3位コ・ジヨン4、韓国らランキングトップ選手は不在。日本勢は8人がフィールドに名を連ねた。 2週前のダイオインプラント LA オープンを7位で終え、今季2度目のトップ10に入った畑岡奈紗と勝南をはじめ、古江彩香、渋野ひな子、上原彩子、野村春京、西村優奈も参戦。また、日本ツアー4勝の原恵里香が主催者推薦で出場。海外開催のベイツアーは2021年、英語女子オープン。予選落ち、メジャー以外では20年、ISPS ハンダーオーストラリア女子。 25位以来となる。144人が集い、今季メジャー初戦を前にしのぎを削る。主な出場予定選手。キム・ヒョージュ、原・エリカ、ブルック・ヘンダーソン、チョン・インジ、セリーヌ・ブティエ、畑岡奈ル古江彩香、ジョージア・ホール、渋野日向子、ステーシー・ルイス、勝みな西村優菜、上原彩子、野村春京。最後真央が、9シリーズ挑戦を、表明来期の、米ツアー参戦目指す。 富士フイルムスタジオアリス女子オープン最終日、9日、兵庫花屋敷 GC 横川 C6435 ヤード、パー72才能オ二21島津製作所が今季初のトップ定入りとなる8位でホールアウトした後、来季の米ツアー参戦を目指し、11月の旧シリーズ最終予選会に挑戦することを明らかにした。去年からそのつもりで準備を進めていた。出場するつもりです。 あとは自分のゴルフ次第ですと初めて明言。これまではチーム体制など、米国で長いシーズンを戦う準備が整うまでは、旧シリーズにはいかないと話していた。昨季は5月までに5勝するなど、絶好調だった西郷は年間女王の座を最後まで山下美優と争うなど、メルセデスランキング2位に躍進。 だが、終盤から突然の不調に陥り、最終戦の JLPAG ツアー選手権、リコーハイは大会ワーストを読んだ更新する通算35オーバーの最下位に沈んだ。オフは一時、クラブを握らない時期もあったが、ようやく復調。死ぬ気でやってきた。練習中に涙が出ることもあったけど、乗り越えてきましたと、苦しかった胸の内も明かした。今週の KKT ハイ、バンテリンレディス。 熊本はは欠場場し20日から米米ツアーーのメジャー今季第一戦シェブロン選手権米テキサス州に出場まず予選通過を目標に頑張りたいと話した。翌年の米ツアー出場優先順位を争う旧スクール予選会の最終予選会となる旧シリーズは昨年まで8ラウンドの長丁場で実施されていたが今年は6ラウンドに短縮されることが決定している。 2021年には、古江彩香と渋野雛子、昨年は勝みなみと西村優なが、世界ランキング75位以内の資格で、旧シリーズから出場し、米ツアーメンバー資格を獲得した。